山々に囲まれた島田市の川根温泉です。ふれあいの泉は日帰り入浴が楽しめる人気の施設です。山あいの露天風呂いいですね。開放的ですね。のんびりと温泉に入った後におすすめしたい一品がこちら。ほう、食事どころの人気ナンバーワン、その名も幻の塩ラーメンです。え、どのあたりが幻なんですか。普通のラーメンに見えますね。こちらの塩ラーメンなんですけども、川根温泉から作られたお塩を使っております。この塩ラーメンの塩はなんと川根温泉から取れたんです。温泉から、はい、はあ、今日の静岡さんは川根温泉から生まれた塩、川根のご縁です。川根温泉に大きなタンクを積んだトラックがやってきました。川根温泉の温泉水をタンクに入れているのが、川根のご縁を作っている平口敦さんと堀田浩一さんです。元支配人だもんでね、その関係で仕入れさせてもらってます。川根温泉から車でおよそ10分、茶畑の中にある塩の工場、親父農園です。仕入れた温泉水をここで1週間煮詰め塩を作ります。かなりじっくり煮詰めるんですね。そうなんです。川根温泉の泉質はナトリウム塩化物泉、およそ 1% ほどの塩分が含まれているということです。温泉には地底にあるおよそ2万年前の化石海水が混じっているとも言われています。川根温泉の支配人をやってる時にね、試しにそれを厨房から鍋を借りてやってみたら塩ができたので、それが始まりです。2人は退職後10年以上塩作りを続けています。機械は一切使わないと、こだわるというかね、2人ともいっぱい時間があるもんだから、ゆったりした時間の中でね、楽しみながらやるっていうのが、まあ、僕らの一番の考え方というかな。およそ400リットルの温泉水を1週間かけて濃縮させ、最終的に水分を取り除き、できる塩はわずか3キロほど。貴重な塩のお味は？出来たての塩をゆで卵につけていただきます。塩のしょっぱさがそれほど強くなくて、とても優しい感じです。粒がサラサラで細かいので、口の中ですっと溶けていきます。川根温泉の塩、とっても美味しいです。自分はね、やっぱり餃子を食べるのが一番好きです。タレを使わずにこの醤油を食べるとね、本当に具の良さをそのまんま味わえると。川根温泉の温泉水をじっくり煮詰めてできた塩は優しい味わい。お塩の縁にかけて大勢の方々とご縁をいただきたいな。この川根の地にね、大勢の方にお見えいただけたら大変嬉しいなと、そんな願いを込めながら川根のご縁とネーミングした。温泉という自然の恵みと川根への思いが詰まった静岡さんです。